もうたまに子犬とか子猫の動画見て癒されてる。最高でしょ。何あの純真無垢な姿、何にも染まってない天使。あれ本当に将来猫飼いたいなって。一時期さ、なんかペット飼いムブームブームみたいなあったやんか。 YouTuber の人たちが猫飼いますみたいなあったけど、その時にもう保健所で猫引き取れよみたいな、なんか知識もなく言ってるやつをって、それに憤りを感じてた時期やったわ。そんなみんな保健所でその引き取れるんだったらみんな引き取ってるって思うけどな。あれって審査バカきつくて、みんな知ってる？保健所の猫さ引き取るのってマジで審査きつくて、一人暮らしの男性とかやったらまずほぼほぼ無理なんよね。実績というかそういうのがないと。それも知らずになんか叩いてるやつをってやべえなって思ってた。保健所に預けられてる動物ってその人間に対して恐怖を抱いてるからさ、その恐怖を抱いてる中でも育てられるのかってちゃんと基準がすごいな。俺とかやったら絶対引き取らないから。もう将来猫飼った時の名前までもう考えついてるけど、絶対ポラニ太郎でポタロっていう名前つけたいけど、猫真似しないでねみんな。ポタロの将来の猫の名前なんで、メスだったらポンちゃんとか言うなお前。メスやったらネネやな。ちょっと古いあれがいいのよ。ランマルとかでもいいけどねランマルいいな。ランマルありやな。森ランマルね。ランマルおいでランマル。あ、もうよ響きがいいや。小太郎、あ、もういいわ。なじむわ。新しいキルリーダーですね。だいぶ馴染んでる。イマジナリーキャット、かつてこれほどまでに猫を飼いたいと思ったことがあったが、今死ぬほど猫飼いたい。独身男性30歳が猫飼い始めたらなんやねん。今季逃すって言いたいんか。逃すわそんなもん。結婚したいと思ってないもん別に今。